皆さんこんにちは、ユミネムです。今日は、ビール会ということで、前回のビール会参加者さんと、いつものケントさんです。あ、こんにちは。おお、あそこでビール作られてんだ、すごい。泡が多くていい、うん。あ、本当ですね。おいしい。でも多分ね、これ全部こっち飲んでこっち飲んでこっち飲んでってやってると私わけわかんなくなっちゃうから、今日の作戦は1個全部飲んでから次に行こうって思ってる。どうですか？それどうですか？美味しいことやった。これから今ダウンタウンからどんどん加工してくる。だって俺カナダの料理あんま好きちゃう。いやいつもバーガー食べてるじゃん。カナダ料理があらへんから。あ、俺来て晩飯でハンバーガー食いたないわ。食べたくないんだよ。それ白飯食いたいわ。ごめん、知らなかった。料理。日本食に気合ってるんで。ダウンタウンのやつですか？美味しいです。結構好きです。いっぱいでも呼ぶ。いや、目が落ちてるの自分で分かる。てか、多分ルーガー高いの好きからに、おしゃれ、何ベルギーおっさん筋伸ばしてプレッツォ、これねめっちゃ美味しいの。これ私の夢なの。私ね、将来ねビール工場ね、ビールバーをオープンする。いや、俺もおっさんと言ってよ。え？もう酔ってるから。一緒。これホットプレッツォ。自分映らなきゃいけないですよ、うん、ちょうどここでちょうどできればいいじゃん。映る分には問題ないですけど、気づくかもしれない。それがいいの、面白いの。あれ、さっきと一緒。キックスタッペ、あ、ペールエールか。しょっぱ。え、確かにチーズが怖いんだけど、プロベールの割にはそんな味も強くないんで、飲みやすいですね。フルーツ系が多くて、チーズにディップ、あれが嫌いで、おいしいよね。でも、明太子みたい。明太子おいしいで食べれるあれが羨ましい。なんで？ありがとうございます。すいません、嫌いや。チーズ嫌い？チーズじゃない、これ明太子。おいしい、おいしい。チーズの味方よりはしょっぱさがすごい。そう、めっちゃしょっぱいですよね。フレッツォだね、食べてます。あ、めっちゃしょっぱいっすね。しょっぱい、大丈夫だ。めっちゃしょっぱい。ちょっともうやばい。大丈夫だったら、そのままって。だって、こんなに塩すごいもん。すっごいっすね。夏に食べたいっすね。夏に。汗かいた。あと、めっちゃ熱出たとき。めっちゃ熱出た。フラットブレッドミート。あっか。めっちゃ熱出た。うん、おいしい。このチーズは。塩気強いね。うん、あ、これもですか。あ、すごい辛い。どうぞどうぞ。はい、いただきます。ビール用から。
塩辛くしてる。これ多分これ食ったせいであんまり塩辛くない。確かにそうですね。でもなんか辛い、多分これが塩辛いよ。トートって声だ。そんな見つけた。あ、はい、わかりました。はい、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 まあ、なんていうかな、まあ、今日から行ったんで、はい、だからね、話し合いやって、その時も今日だったら、あ、いいよね、じゃあ、ちょっと肌香るから、本当？これダメ？ NG？ これ楽しかったですね。楽しかったです。なかなか酔っ払えて。なかなか酔っ払えた？動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。また次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。